人によるわけですよ。もうすでに皆さんの中でも報道してくれてるところありますけど、我々が与党の時の自民党さんの質問はまさしく一行ですからね。通告は外交についてとか、ね、景気についてとかって、そのちょっとその働き方改革の延長線上の配慮からかなり事細かくね、丁寧に、しかも時間内に、お伝えを質問をお伝えするということを多くの野党議員がやってると思うんですけども、まあ、人によってこれ若干差がありますけどね。まあそんな親切でやっていたことがこんなことになるんだったら、それはシンプルな質問通告の仕方にならざるを得ないでしょうね。まあ、それとこれはね、日本のやはり政治あるいは内閣の構成の仕方に関わる問題なんですね。つまり想定問答を読むだけみたいな答弁だったら想定問答を配ってもらえばいいわけですよ。もう聞かなくても。日本はやっぱり年次や当選回数で、順番待ちで専門外の分野にまでこう大臣を任命していくってことをやるもんだから、答えられないから想定問答が必要で、想定問答を作るためにはできるだけ細かく質問を通告してくれって、こういう話になるんですけど、まあ、やっぱりこの時代ね、もうそういう日本の政治の在り方を改めて、もともと想定問答がなくてもある程度対応できる専門性を持った人をそれぞれの分野に配属していけば、そもそも質問通告とその役所の想定問答作りという文化そのものが変わっていくと思いますし、またそうでなければですね、本当の意味で政治がクリエイティブなディベートをして、それが政策に影響していくっていう国にならないので、まあ、ただ単に質問が短くなるとかそういう問題にとどまらず、日本の政治構造や政治慣習の問題だと思います。はい。政策委員会、明日18日からの店開きを前に、今日政策委員会の臨時懇談会というのがあったんですね。野党人が最初からね、もうこれからは信頼関係がなくなったから質問通告はね、もう項目名しか言わないなんていうことをね、宣言してました。もう本当にね、この質問通告の問題は完全にこれ話のすり替えなんですよね。一番問題は先週11日のね、まあ台風19号の上陸を前にね、みんな官僚の皆さんも早く帰って家族を守らなあかんのにね、わざわざ森裕子議員がこの質問通告をが遅かったことが最大の問題なんです。その森裕子議員あるいは国民民主党あるいは参議院の問題を官僚たちに責任転嫁をする、あるいは問題のすり替えを行っているっていうのがね、今の維新以外の野党ね、各委員会がこれから始まっていく、いきますけど、全ての委員会の現場で野党はね、そういうことを言うわけです。今回のことが原因となってね、野党はこれからちゃんとした質問通告はできないけど我慢しろよって与党に言うわけです。言ってると思うんですけれども、で、きちんと通告もしておりますけれども、通告いただいておりませんが、今与党もね、反論しろよ、反論しないんですよ。だから私今日言ってやりました、それは問題のすり替えだとね、検証すべきはね、質問通告が外に漏れた問題じゃない、質問通告が漏れていいんです、公開したらいいんです。すべて問題はね、本来守るべきルールを守れなかった、そして夜半まで官僚を釘付けにしたこの森議員の所業であり、国民民主党であり、参議院の維新以外の野党ですよ。これをはっきりと私は今日申し上げました。それから足立さんは嘘ばっかり。ひどいもんだ。ほとんど詐欺。
野党は質問漏洩であると言っているが、森さんの質問通告の遅れが問題じゃないかって？足立が質問は事前に広まることがいいのだって。わはははわはは。国会で戦わせる質疑応答。それが何日も前からネットに出て、森さんにケチをつけるってどう考えてもまともじゃない。官僚自身は夜遅いことなど全く問題にしていない。取ってつけたように問題にしているのは安倍豚うんこ団の一味だ。これと比べて民主党の大塚公平さんの話には説得力がある。質問通告と言い出したのは自民党の政権奪還の時だ。質問に回答できない安倍とか麻生とかが多いので防衛のためにやらされている。国会を本当の論争の場にするためにもう質問通告は前の民主党の政権の時のようにやめることだね。